ちょうど30分に始めれた。ちょっとゲリラなんだけど、朝配信を始めました。イエーイ。おはよう。ちょっといろいろ準備していきます。髪の毛のまとまりが今日すごくいいなんでだろう。あお、お花ちゃん、おはようございます。ゲリラ朝配信、そう、今日の配信はゲリラ朝配信。やすやんさん、ちょっと広島済みだから、ベラビスタ、ベラビスタって何？ベラビスタってどこにあるの？初めて聞いたよ。握手会？なんかホールみたいなとこかな。握手会ね、早く再開してほしい。そんな気持ち。尾道か、尾道いいね。お、ちょうどお休み取ってたって、よかった。みんな見に来てくれてありがとう。準備をしていく。そう、今日はねスチューデンツがあります。そう、スチューデンツ、今回ので私が、ナイスタイミングに始まりましたか。今日はスチューデンツの放送があります。夜の0時50分。ついに4週にわたる放送のラストです。皆さん絶対に見てください。え、めっちゃ楽しかった、あの時の、あのね、ちょっと某、あの某お料理番組というか、某ご飯を食べる、ご飯を食べて金額を当てて、あの金額を当てて、こうピタリだ、ピタリじゃないみたいな番組あるじゃないですか。それを
やったんですよ。そう、フチになりますです。そう、フチになります。をやるんですよ。私ね、人生で一回はやってみたかったの。昨日すごい良かったです。ありがとうございます。ありがとう、サタウリアさん。あれ、ある意味お店失礼でどういうことだ？こっち？でもちゃんとあの全部いただきました。スタッフさんとマネージャーさんと一緒にね、全部食べた。まあ、何を食べたかは秘密なんだけど、なんじゃその噂。なっちゃんの黒髪好き、ありがとう。でも最近さ、暑すぎてさ、ちょっともう髪の毛がね、鬱陶しくなってきた。そう、番組ロケめっちゃ楽しい。僕を食べる係で呼んでほしいって。いいじゃん、めっちゃ最高だよ。いっぱいおいしいもの食べれた。すごい、島で。はなっちゃん、はじめましての方は、はじめまして。ほう、おはよう。どうせさん、おはようございます。たまねぎ、よし。というわけで、じゃあ七ピンなのでこれからメイクをしていくにょーん。つねさん、はじめまして。見に来てくれてありがとう。ベラビスタって何なの？ベラビスタの方なんかな。はなちゃん、魅力の里の近くにある。へえ、何の施設なんだろう。おはよう、みんなおはよう。前髪が事故ってる。じゃあメイクをしていくよ。まずは下地を塗っていく。
ポポン。最近ねメイク落としをね変えたんですよ。そしたらめっちゃ良くて、昨日の公演の余韻たっぷりで土日にも会えるなんて、ベースの顔がいいなって。ほんまに？やった。じゃあもうベースは完了でみたいな。じゃあまずこの顔を用意します。すごい、皆さん気軽にコメントしてってください。全部目を通します。で、読めるものは読みます。多分見る専門っていうかさ、見るだけの方もいらっしゃる、見るっていう楽しみ方をしてくれてる方もいると思うんだけど、気軽に話していけたら嬉しいです。結構さ、なんか2度目の訪問ちょっとさ、ヘアバンドねするとね、前髪に肩がついちゃうんですよ。前髪に肩がついちゃうので、今はちょっとしない。お、川茂ちゃんさん、そう言ってくれるとコメントしやすいって。おー、よかった、ありがとう川茂ちゃんさん、仲良くなりましょう。じゃあもう定期的にもうコメントしてねって、気軽にコメントしてねって言えばいいのか。ただね、多分めっちゃおもろい、ベラビスタ超推しやん。え、温泉ホテルなんかな、まんまん温泉ホテルって書いてあったけど、よいしょ。ファンデーションも塗っていくよ。ちょっと量が多かった気がする。ポポポーン、ポポポーン、ポポポーン。あ、絶対に量が多い。半プッシュぐらいでいいですね、これは。見て、面白い。朝ごはんはまだ食べてない。面白い。逆デーモン閣下、あの白くするっていう逆デーモン閣下です。キャッツみたい。これを伸ばしていく。あ、でも前髪のピンが、あ、あった。ちょっとピンで止めよう。さすがにシャラシャラ出てくる。キャッツ、ポポポポポポポ。焦がしバターのクロワッサン、いやもう名前から美味しい。でね、私生カヌレケーキがね本当におすすめすぎる。生カヌレケーキがね本当におすすめすぎるけんね、みんなね、みんなね食べてみてちょ。ラムレーズンが苦手な人、ラム酒の香りが苦手な人もね美味しく食べれる。ほんまに美味しい生カヌレケーキ。おはよう。なんか普通になんかケーキ屋さん、おしゃれなケーキ屋さんの、おしゃれなケーキ屋さんのケーキみたいな味する。マジであれは満足度が高いよ。1個食べて。
レス完了。コンビニで買えるやつだよ。今日めっちゃ暑いよね。なんかさ、これさ、このさヘアオイルがさ、なんか一定の温度で溶けるやつなの。そしたらさ、溶けててびっくりした。あ、そんなに暑いってことね。もんじゃら焼き食べたことないですって。もんじゃ焼きかな。もんじゃら焼きって可愛いんだけど。もんじゃ焼きね、あるよ。なんかね、山口県にもんじゃ焼きのお店があって、ちっちゃい頃よく行ってた。ちっちゃい頃ね、よく行っててね。最近はね、なんか実家とか帰ったらよく作る。お店でね食べるもんじゃ焼きもいいんだけど、こう家族団らんとかでみんなでホットプレートで作るもんじゃが一番好き。やすやんさん結婚してって、ありがとう。今日はちょっと眉毛太めにしよう。おはよう。いい香りしそうって。いい香りするよ。届け、もんじゃ焼き、もんじゃ焼き、もんじゃ焼きのこと。今度もんじゃ、今度からもんじゃら焼きっていうかな。あとめっちゃ気に入った、もんじゃら焼きっていうワード気に入った。出会うわ、出会いはもんじゃら焼きから始まりました。かわいい。なんかウルトラマンのさ、敵キャラクターでいそうよね。ポッ、チーク、チークは入れすぎぐらいがかわいい。そうそう、モバメの画質が良くなったんよ、みんな。だから私もテンション上がってるから、モバメの画質が上がって、テンション上がってるから、みんなもモバメ撮ってね。モバメは通称モバイルメールと言いまして、私たちの SNS だけでは見れない。SNS だけでは見られない日常の姿をね、みんなに送ります。メールの文字が小さくなった。そこもリニューアルされちゃったんだ。じゃあ、私のメールも取ってくれてるってことだね。アイシャドウペース、確かになんか鼻風邪かも。私鼻風邪だね。夏風邪かん。ちょっとね、昨日のね、昨日の公演の時本当体調崩しかけて、昨日の公演の時体調崩しかけてさ、もう後半からさ、ユニットブロック後からさ、なんかもう出られないんじゃないかと思ってさ、ちょっとさ、いろいろさ、えーんってさなっとったんやけどさ、なんとか走り切ったよ。なっちゃん偉い。そう、でも本当にマネージャーさんとかも優しくしてくれて、本当に愛です。多分ね、私エアコンとかのね
あ、何も気づかず見てたの、それは良かった。そこでファンの方を不安にさせちゃったらさ、こっちもさ、ダメだなと思って。でもね、ステージ上に上がるとね、なぜかね、なんかね、大丈夫になるんよ。多分ね、寒さ、エアコンの寒暖差にやられてしまってて、そう、ちょっと大変だった。クリパンさん、ホタルありがとうございます。そう、昨日もね、なっちゃん推しの方がたくさん来てくれてたから頑張れた。アドレナリンだね、もう。今は暖房じゃなかった、暖房じゃなかった、栄養は何もつけてない。そう、メイクアップって感じです。マサさん、ピンクメイクに激ハマりしてて、意外とピンクにさ、ピンクが似合ってるってことに気づいたの。ピンクが似合うようになったの。ピンクが似合うような女になったの。ショールームのコメント職人を目指している方が来た。ぜひ私のコメント欄で修行していって。ここにね、明るい色をね、仕込むことによって涙袋が出現してくる。本当に不思議。メイクってね、なんか美術のね、美術の世界と一緒だと。ほら、ぷっくり涙袋出現。え、本当に私鼻風邪だわ。今気づけた。あ、初訪問の方ありがとうございます。たくさん、ぜひ気軽にコメントしていってください。そう、キャンバス、お顔はキャンバスって感じ。え、このさ、アイシャドウ超可愛くない？涙袋チュルチュルになるし。え、昨日のさ、配信とか見ててどうだった？変な感じじゃなかった？ピンクメイク別に違和感なかった？私だって感じだったかな。だったらこれからちょっと、これからもこのやつ使っていこうかなって思ってるんだけど。私もしかしてブルベ？私もしかしてブルベなのかな。意外とピンクとか似合っちゃう系ウォンナなのかもしれない。もしかしたら。そんなの可愛いすぎるじゃん。可愛さ増してた気がする。ほんまに嬉しい。でもみんなから昨日はめっちゃ褒められた。で、そう、みんなの2期でみんなの褒め合いが始まって、いや、あなたも可愛いよ、あなたも可愛いよという褒め合いが始まって、で、2期ってめっちゃ可愛くないみたいな。もう最終的にもう2期最強ってなった。どう、みんな、その点どうですか？異論はないですか？異議なしですね。
意義なしということで。これは事実だということが認められました。いやほんまにね、二期の楽屋ね楽しいよ。まつげやるときはほんまにさ集中しちゃう。おはよう、いろんない、よっしゃよっしゃよっしゃ、いろんないってあんな方に言わせたぞ私たち。本当に同期っていいよね。まつげやるときほんまに静かになっちゃう。ほんとごめん、見守ってて。このまつげの工程がね超大事だったりするから。待って、なんかまつげ切れてる、まつげが切れてる。ビューラーとかをやりすぎちゃうとまつげ切れるんだよ。でもなんか私の顔ってまつげやらない方がいいのかななんて思ったりしてる。でも眉毛太くね、眉毛太くね。ちょっとさ、この画面を見ながら、画面を見ながらさメイクするの難しい。直していく。こんにちは。わえかぜおやったから、こんな感じかな。メイクはこんな感じです。まつげを乾かして、まつげを上げて、あとはもう完成。いえ、お花ちゃん。え？あとは、はい、完成。パパ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 パ
私さ、私さ、今めっちゃさ、あれだわ、めっちゃ時間をさ、全然違う時間で過ごしとった。私すっごい時間を、時間軸がずれて過ごしてた。おもろ、こんな時間にみんな来てくれてありがとう。何時だと思ってたと思う私。え、なんか私大丈夫かな、私記憶なんか失っとるかもしれん。3時間ぐらい、私3時間ぐらい記憶失っとるわ。自分今7時ぐらいやと思っとった。やばくない？怖っ。今日早起きできたわ。ちょっと配信しようかなって。でもまだ朝だよね。そう、早起きできたわと思ってハッピーって思いよった。怖っ。世にも奇妙すぎん？世にも奇妙な物語すぎて時間軸崩れと。え、待って、なんか太陽フレアとかの関係でさ、なんか今2時間進んでない？大丈夫？太陽フレアで私な、太陽フレアの影響でさ、私のあの私の携帯だけさ、あの2時間さ巻き戻されとって、今現実の時間に戻されたとかさないかな。え？え？あれか、19時と、そう、体内時計で生きてる。19時と19時の9を見て、あ、7時だって思ったんかな、かもしれん。うん、何何って。え、そう、私今7時だと思って時計をあんまり見ず生活してたら、あの今10時ってことに気づいた。今10時ってことに気づいて、いや、びっくりしてる。今7時ぐらいだと思ってたの。はにゃはにゃはにゃっていうね、ちょっと今すごいね不思議な体験してます。そうなの？私知らなかったよ。あかんくない？あかんよね、思うわ私も。飽きませんな。でも今日あんまり予定なくて大丈夫だった。予定ほぼないから。ただね、アラームせずに自然に、やけん私自然に起きれたわと思って、自然に起きれたわと思って、わ、私やっぱ体内時計天才って思ってた。だから今日はね、お仕事お休みなので、ただ単にあれなんですよ。にしようかなって考えてるとこだったので、まあいいんですけど。お仕事ある日じゃったらやばいね。こんにちは、イエイ。良きなのでは。ぜひ皆さん気軽にコメントしていってください。予定はまだ未定、予定はまだ未定だけどメイクしてみて、今日の今日はどんな感じか決めていくて、そんな人生。意外といい韻を踏めている。こんばんはじゃないね、おはよう。時間軸崩れすぎ。コージって言います。初めまして。はじめまして、私なあちゃんって言います。べべべ、名前読んでください。
なな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 なちゃんなな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 キュンキュンキュン。じゃあ10分になったら配信終了しますね。でもなんかこんな一日もいいな、時間を気にせずになんか過ごせる一日もいいなって思ったよ。この配信終わったらメイク消す、メイク消しはしないな。こんばんは、メイク完成、アビル完成、エビバディセイ、エビバディセイ、イエー、いいね、湧いてるね、フロア湧いてるね。こんにちは、こんにちは、こんばんはだよ、こんにちはです、合ってます、こんにちは、こんにちは、ふぅー、柔らかい美人に仕上がってるって、ありがとう。おはようございます。私は7時だと思って人生を生きてきたら、まさかの7時じゃなくて9時だったっていう人生で、今なんか10時迎えてます。お風呂が沸きました。どう、お風呂が沸きました。あ、風呂は沸いてるってこと、風呂は沸いてるって、風呂は沸いてない、水抜いた。多分あの自分で、あの昨日木体公演したけん、自分が太陽になって太陽フレアを、あの太陽フレアを生み出してしまって、太陽フレアを生み出してしまって、あれですね、なんかすごい私タイムスリップした気分、すごい、とってもなんか今私タイムスリップした気分よ。どう思う、勝手になんかタイムスリップした感じ、気持ちでいる。よし、じゃあ10分になるので壇上読んでいきますね。時差があるけど日本です、ここ。じゃあ壇上見ます。壇上13位中野さんありがとうございます、12位ネギくんありがとうございます、11位三浦さんありがとうございます、10位マサさんありがとうございます、9位イエローフィッシュさんありがとうございます、8位リチャさんありがとうございます、7位山の山さんありがとうございます、6位エリックさんありがとうございます、5位カルカンさんありがとうございます、4位イレブンさんありがとうございます、3位ジンジンさんありがとうございます、2位ジェドクさんありがとうございます、そして第1位リョウヤさんありがとうございます。では皆様、あ、今インドが7時だから、私インドの牛乳屋さん、マハラジャダンドル、マジ配信でした。メイクこんな感じで完成しました。なんかちょっとここ鼻筋がって感じ。ではまた夜配信で会いましょう。ありがとう、ありがとうだよ。また夜配信も見に来てね。見に来てねー。